での厳しいロングレースを自分の心の内の中では常にこう位置づけている。自然を慈しみながら己と対峙し、そして新しい自分に出会う旅。そのために全身全霊を込め、究極の境地にまで自分を追い込むことで、自分の知らない世界にまで己を高めるのだ。1200年の歴史を有する比叡山、仏に近づくために幾多の困難を越えてきた人々の道がそこにはある。現代人の金銭に触れる道がそこに存在する。長大な 50km のこの参道を越えることでしか見ることのできない境地。己を見つめ、壁を乗り越え、そして人は生まれ変わる。21世紀のスポーツ、トレイルランニング、その原点に触れる旅がここにはある。はい、来ました。今回やってきたのは京都と滋賀の間に位置する比叡山。ここで開催される比叡山インターナショナルトレイルランの50マイルに出場するため京都までやってきた。本大会は鏑木剛氏がレースプロデューサーを務め、トレイルランニング世界選手権の代表選考レースとなっている。はい、おはようございます。はい、今日はあいにくの雨ですね。そんな強く降ってないですけど、まあ、軽く降ってる感じです。これね、気温はね、今日はね、雨で上がらない予報なので、例年ね、暑くなるってことが予想されてるらしいので、それに比べたらまあいいのかなと思うんですけども、まあ、天候の変化、山はね変わりやすいんで、ちょっと気をつけていかなくちゃいけないなと思う。そこをまず、そこで失敗しないように気をつけるっていうのも一つですね。まあいろいろ不安もありますが、楽しんで走る。で、楽しんで走らないと本当ね、もったいないと思うんで、それを一番に考えて走ろうと思います。今回クレイジーカロが挑むコースは、延暦寺の南側を一周、北側を二周する約 80km のコースとなる。出場するのは今年の UTMF を制した西村選手を筆頭に、2018年大会の覇者である小寺選手、フルマラソンでも実績のある高島選手など有力選手が詰まった。50マイル長いな。10時間ぐらいかかるんだもんな、こっから。まあ気楽に行こう。これはまだ始まって800ぐらいだけど、もうきついっすね。やっぱ最近ちゃんと練習できてなかったから、もうきつい。でも雨が止んでくれたからよかったな。とりあえず涼しいからめちゃくちゃ走れそう。前は1120番が西村さん、1119番が小寺さん、ね、有力選手が順当に前へ。とりあえずね、コースをロストしないように前半うまくつかせてもらおうと思います。カロもついていくことに。前のカロに魔力を見せてもらおう。前半の下の周りですね、そこでいかに離されないかが勝負です。後半は2周はね、まあまあ走る感じなので、いかについていけるかが勝負だと思います。気合ない噛まないよ。ふいふい、よいしょ、ゲイ。まあ無理せずにね、行きましょうよ。あんな奥にいる。もう1分ぐらい離されちゃったかな。参道が続き、すぐに集団から離されてしまった。これどう走っていくんだろう。こういうの全然わかんない。でもそう、今日はゆっくりでもいいけど、足にダメージ少ないように走れてないから気をつけながら。よし、上りになってきます。少しだけゴツゴツして
林道に行きます。ここは少しね気持ちよく攻めていこうかなっていうイメージです。周りのペースが分かんないですけど、行き過ぎず丁寧に走るかな。多分もう1分半とか2分ぐらいになります。まあ、こういうところはね多分ランナーの人とかは走ると思いますが、下りになると普通のランナーで下りができて上りもねある程度走れたらもう強いですよその人は。あーごめんなさい、あいついついつい滑っちゃった。ふっ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 、来ました、アイス。7キロ。すごい、なんだこのコース楽しい。危ない、よいしょよいしょ、すごい気持ちいい。すごいなここ。普段味わえない大自然に感動しながら突き進む。こういうとこも普段走んないから慣れないですね。また前半だな、序盤だからね、いかに力をためるか。すごいテンポがいいですね。よいしょ、結構タフな登りですねこれは。よいしょ、お、危ない。踏ん張んないとちょっと危ないですねこれ。今7キロちょっとなんですけど、前と5分ぐらいかなっていう差が今聞いたんで、後半どんだけまくれるかですねこれ。8キロ過ぎてこんなバックで体力が消耗しちゃう。すごいハード、うまく一緒に走らせてもらおう。うまいから今日は抑えてるけど、やっぱ足のダメージはちょっとありますね。どのぐらい離れてるんだろう。写真ポイント、お、来た。6分、ありがとうございます。6分はまないじゃないや。うわ、ここからか。ふぅ、ふぅ、怖い。急な下りがクレイジーカローを襲う。やば、ここで離れる。もういなくなっちゃった。あ、登り、ありがとうございます。うわ、きつい。やば、登りや。きつい、タフだ本当に。ゆっくり行こう。今までの序の口でしたね、こっから本気。はい、第一エイド。はい、はい、バナナ食べよう。10キロ、1時間10分、10時間ペース。走るところで走ってますね。ケチでスピードアップし、前を追いかける。いや気持ちいいね。天気も持ちそう。あと9時間ぐらいかな。早ければ8時間。どれぐらいのペースいってんだろう。全然見えないけど。あ、6分。あ、全然開いてないな。ありがとうございます。こちら。これ、挽回。ここで3位グループを捉える。なんでもないとこでぐっきりします、捻挫。今1時間半13キロ過ぎなんですけどね、やばいな、結構行っちゃったな。久々に痛い。はい、ありがとうございます。ファイナル、はい、ファイト。一回締めるか、一回ちょっと締めます。ゆるくそ、こんなんて言ってる場合じゃないんだけど、しっかり見て一旦落ち着こう。いや、かなり開いちゃったな。痛い、結構止まっちゃってました。痛い、ずっさん行ったもんな。うい、あ、やばいやばいやばい。ゆっくり行こう。だんだん滑っちゃう。走行している間に2番線抜かれちゃいました。
これ6番階段がきつい階段15キロ詰まってるか分かんないけど、まあ、自分を信じて上りで、まあ、詰めるというか広がらないようにイメージしていこう。で後半、まあ、西村さんとか相当耐えるからと思うから変わんないと思うけど、ペース上げて追いつくって作戦ね。はい、いいなビール。19キロ、ここ開けないと。休んじゃってた。休んじゃダメない。ここで行かないでどうすんだよ。ちょっとやっぱきついから自分に甘えちゃいますね。さっき転んだ時に言った、まあ、左右の膝ちょっと痛い。ちょっとだけね。黒木選手が誰も後輩なんだか。ここからあと60キロぐらい。さらに2周だ。まあ2周あるんで一緒、とりあえず様子見で行きます。高島さんに抜かれて次で4位になりました。やばいな、これは追いつかないとな。鬼門来ました、横高山。これがかなりきついっていう噂で、ここいかにどういくかですね。難しい、走れるけど走っちゃったら2周目に影響出るかもしれないから。でもまた喉いってらんないですよね。追いつかなきゃ始まんないもんね。まだ24キロどうなってんの。やっと追いつきました、高島さんに。横高頑張って追いついて、きつかった。よいしょ、あ、きつい。気づいたら今3位でした。高島さんが2位、西村さんが1番です。一人辞めちゃったみたいですね。ここまで2位で走っていた小寺選手がいたいや。前にあと2人、友人のはずに完走完走。そして3番。急な登りやっぱ多いですね。いや、きついのは何のですね。いいトレーニングには絶対なってる。27キロ。3時間17。バッテリーが切れちゃった。全然感じました。来たよ、言ってた、これだ。またしてもこっからまた下りがあるんだ、激下り。終わったと思ったらまた激下り。激下りまでに前に行かなくちゃダメかもね。今日はちょっと口数少なめです。きついというか足が痛い。トップと8分2と3分差くらいって言われました。体重を削りました。つらつらとずっと登ってます。もう足が悲鳴を上げてます。で前は全然見えません。かなりきつい。走れるんだけど、まあでもまだ半分以上あるから、ほんとマイペースでいかないと完走ができなくなっちゃう。40キロ一応半分、4時間34分。まあペース的には9時間1桁。やばいね、もう。西村さん早すぎ。もう41超えたから、1.5 ぐらい離れてる。やっぱ10分以上離れてるな。もうすごい返し。
やばい、もう足がボロボロで全然走れない。で、またこの急な一回歩きます。やばいやばい、さっきの江戸で前と8分差、まあ行くしかないですよ。3分50ぐらいかな今。すごい長い、きつい。3分、しっ、詰まってる詰まってる。きつい。だからこっち、こっち、ほら、はい、タブレット、さあさらに前にもう一人、選手の海軍機選手。3位でラスト1周へ。ラスト1周、間に合う、高島大将。ついに2位まで浮上したカロー。しかしここでとんでもないトラブルが。正直やばい、うんこもありそう。あと30持つか。 When we started, we barely had enough to get by, but we always got by. When it got hard and pushing came to shove, you were always standing.でも今これ行っちゃったらちょっとやばいよな。とりあえず追いついたら考えよう。ダイのこと頭いっぱい。やばい、もう無理だ、きつい。ちょい捨てる間に高島さんに向かいちゃいます。もう頭にダイのことしか頭にない。危ない、もう無理だ。高島さん来ましたら、ちょっと2番3番行ったり来たりしてます。なんとかトイレに行かずに踏ん張れたカロー。あと13分で言われます。やっぱマリラーの力はすごいよ。溜めてたんだ。ガンガン行くしかない。詰めろ詰めろ。もう長いかい、もう長いだけ集中でやる。やるぞ、早い。1位の西村選手とすれ違う。前とは多分もう10分じゃないと思いますけど、あと10キロ、マジで止まってる。西州もう平地もう走れない。上パンパン、ゆっくりでもきつい。なんじゃおりゃ、まあ、林道どうにかね、下りを走んなきゃ。もう残り歩いてもいいから。いやー西村さん強いな。今日いい練習になりましたね。とりあえずこの2番を死守できるように頑張りたい。回復させながら、よし、先生ラギってんですかね、なんか音のソノリティって言ってますよ。ブービーとエンタの反対のあとかな、なんかそんなイメージ。そんな話をしていたら高島さんに抜かれました。今3位。もうこれでグイグイ話すしかない。今8時間14分、これついてないんじゃないな。あと4キロ、多分1本目じゃない。最後勝負になるんでしょうね。ここで勝負に出る。本心のスパート、あ、3キロ。
正直転んだりした時は正直どうなるかとか思ったんですけど、とりあえず最低限の走りはできたかなと思います。ただ足がね、リンドで上げられた分、上りのところで思ったよりもやっぱもうお尻に来てしまってまた弱いなっていうのと、まあ今日トータル8時44分最長また時間更新しました。途中やっぱねお腹の痛みとか内臓疲労かな来たのがやっぱまだ弱いなと思ったんで、それがいい練習になったかなと思いました。今日乗り越えてまた今後スカイランニングのレースだったりトレイルに向けて頑張っていこうと思います。はい、志村さん、マイルはまだまだできそうにありません。ということで本日は叡山インターナショナルトレイルランの動画でした。無事2位で完走しました。次の動画も見てくれるんでレイジー。皆様ご視聴ありがとうございました。普段はランニングコーチをしております。詳しくは概要欄をチェック。よかったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれよな。クレイジー。